こんにちは、日本改革党靴沢です。水魔様、水利魔法様、花房様、大きなクジラ様、お手紙も、シャレン法のヒステリーチャンネル絶賛放映中様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。パリ五輪男子柔道60キログラム級準々決勝で世紀の反則と大誤審発生、永山達樹選手と、スペインのガルリゴス、強そうな名前ですね、ガルリゴス、戦の寝技中ですね、審判の待てがかかりましたが、ガルリゴスがそれを無視して永山選手を締め続けて永山選手失神で、審判がそれを勝ちとしてしまった。大誤審、分かりやすい反則と大誤審、事件発生であります。試合後ですね、永山選手が主審に抗議するが、何を言ってるのか分からないと逃げられました。あんたの頭がバカだから、あ、何言ってるのか分かんないんじゃないですかって、思うんですけれども、勝ったガルリゴス、文句はあるだろうが審判は絶対だし、つってですね、結局は銅メダル3位になったみたいなんですけど、準々決勝で、勝ったから、まああれなんだろうな、次の準決勝で負けて3位銅メダルになったんだろうな、審判は絶対だし、言ってんですけど、反則したのお前だろ、その審判が待てって言ったんだろ、世論です。審判は絶対なら待てに従えよ、じゃあ待てで手離せ、絶対なんだからさ、審判の待ては絶対じゃないのか、そりゃお前はそう言うだろうよ、審判が絶対なら待てがかかった時に止めなかったのは、やめなかったのはなんでだよ、ルールの方が絶対では、待てと言われて締め続けたやつが何言っとんねん、今後は待てを無視するのが流行る、生きるのはいいが証拠映像永遠に残ってるからな、待てを無視したやつがよく言うわと、いう世論です。主審のエリザベス・ゴンザレス、こっちも強そうですね、名前からしてスペイン系かメキシコ人なのかなと思いますけれども、過去にも同じくですね、ガルリゴスが高藤直寿選手をに危険な立ち関節技をかけたことを無視して勝ちにした誤審の人ですね、誤審常習犯だそうであります。ゴンザレス、ガルリゴスというかスペインから金でももらってんすかね、ゴンザレスはね、他にもしょっちゅう誤審しまくる、誤審常習犯だが、なぜかクビにならないっていう謎の人物らしい。学歴不明、職歴不明、本名は不明でも、なぜか再エネタスクフォースに紛れ込んでる大林美香みたいな存在なんでしょうか。全日本柔道連盟、この分かりやすい誤審にですね、文書で抗議しました。柔道の精神として良くないし、ルールとして許容できない、それは反則だからね、審判の待てを無視っていう、これで何か変わるんでしょうかね。まあ結局は変わらないと思いますけれども、誤審常習犯の排除になればいいなと、五輪が再発防止に動かずに、こうした誤審が今後も繰り返されるようなら、呆れられてですね、五輪の権威が落ちていきますね、そっぽ向かれてね、そんでなくてもですね、皆さん五輪なんか見てないで、スマホの好きな動画見て盛り上がらないっつうのにね、昔は日本人が出てるって言ったら全部の競技をお茶の間に集まってテレビで見ておりましたが、今は自分の興味のある競技しか見ないでしょ。若い頃にですね、五輪のテレビ中継に手に汗握って興奮した世代、まあ中高年ですね、が減ればですね、五輪というものの価値下がっていきますよね。開催地にどっこも手挙げなくなるぐらいにいずれなりますね、これね。テレビ放映権がいいねで売れなくなる日がきっと来ますね。こんなことやってたら、みんな飽きられて、権威が失墜して、柔道女子48キロ級、角田夏実選手31歳が日本勢としては初の金メダル獲得。角田選手は五輪初登場だそうであります。女子48キロ級としては20年ぶりの金だそうで、おめでとうございます。今朝の三モニ、
大惨事と酷評されたパリ五輪閉開会式を素晴らしかったと賛美、頭がおかしいと話題になっておりました。これはアメリカの大手、通信、企業がですね、あの開会式見てスポンサー降りるわつって降りちゃったみたいなんですよ。世論です。フランス人すら最低で恥ずかしいって言ってるのにね、サンモニ的には素晴らしいんでしょう。ホラーみたいな開会式でしたな。抱えた首が歌い出し、窓から血が吹き出すのは赤月左翼には素晴らしく見えるんだろう。世紀末を感じました。相変わらずあたおか番組ですね。パリ五輪開会式の評価として、子供に見せられない、教育に悪いってのが大型であります。現状を否定し革命に憧れ暴力をこよなく愛するパヨにとっては、アントワネットの生首や吹き出す血しぶきが素晴らしく見えたんでしょうね。自分がバカで無能なせいで稼げない金ないモテないことを社会のせいって言い切っちゃう幼稚な連中ですしね、あの左翼ってね。フランス人からも大不評。欧州政府、フランス人議員、最後の晩餐のドラガクイーンのパロディに侮辱されたと感じている世界中のキリスト教徒の皆さん、発言しているのはフランスではなく、どんな挑発も厭わない少数派の左翼であることを知っておいてください。フランスじゃねえよと言い訳、これキリスト教徒が怒ると思って。肥満の自由の女神と全身青塗り男が出た場面は左翼の挑発、で、あれ最後の晩餐だったんだって、知らんかった。どこがどう挑発になってるのかよくわかんないんですけど、世界中のキリスト教徒激怒させそうなものだったことは間違いないみたいであります。サンモニの腐ったのを見せた、これが素晴らしいものに見えたみたいでね。まあ、あのサンモニを好んで見るような人は徐々にいなくなっていくから、好きにすれば好きにすれば、サンモニが電波番組っていうのは、今や常識だからね。佐渡金山世界遺産登録決定、国内では26カ所目でそうであります。韓国がブーブー文句垂れついたが、日本政府がですね証拠突きつけて黙らせたみたいであります。世論です。韓国が反対するから、なんだってんだ。やつらが文句言ってる根拠の写真は、昭和30年代に三池炭鉱で働く日本人幸福ってちゃんと書けよ。これは徴用工の銅像のモデルにもなっちゃったみたいですね。これ後でまた大騒ぎするやつ。そもそも韓国の合意なんかいらないんだかな。韓国の許可とか全然いらねえ。どうせ次の韓国大統領が全部ひっくり返す。これほぼ韓国だけが妨害してた事案だそうであります。なんで韓国に遠慮するのかな、敵国なのにな。日本政府はね、韓国は竹島が占領してる敵国っていう、絶対事実の現状認識が甘いんじゃねえの。まるで竹島占領されてないかのような無視の仕方ですね。韓国はね、きちんと日本を敵国とみなしてですね、敵視してますよ。で、断るごとに妨害と足引っ張りしてくるのに、それも見えない日本政府と。こういうのの交渉はですね、外務省がやってるんでしょうけれども、外務省官僚は韓国政府から金でももらってんのかな。そのぐらい不甲斐ない。原爆の日、広島追悼式典周辺で、プラカードや上り、横断幕が禁止になりました。むしろ今までなんでこれ禁止しなかったのか、謎ですね。世論です。あれのどこが平和運動だ。パヨチン様、追悼式典粉砕が平和運動とは、平和活動じゃなくて政治活動だろう。追悼にプラカも旗も必要ないだろう。追悼妨害活動やんけ。思う存分パヨれないね。騒乱と暴力をこよなく愛す左翼さん、邪魔しに来てんだから完全排除しろ。東京新聞、法的根拠はなく行き過ぎた表現規制との懸念も。誰が反応で言ってんの。背景には近年の平和行政の変質も指摘される。文句言ってます。懸念もって誰が懸念を示してんだって話。東京新聞にとっては、左翼が騒いで追悼行為を妨害することが正義の平和活動に見えるみたいですね。これ見せしめに公務執行妨害で何十人か逮捕したらおとなしくなんじゃないの。警察は甘いよな。8年前の7月26日、元職員の植松聡による
26人殺傷事件、津久井やまゆり園事件発生、これにより19人、死亡と、もっと死んでいくかもしれないですよね。病院に搬送された後に亡くなった方も、いくかもしれない、戦後の単独犯による大量殺人事件としては最大、最も多くの方が亡くなった、お悔やみ申し上げます、2020年3月に死刑確定して死刑待ちなんですけれども、令和大石明子、当時安倍総理は犯行を非難するコメントを出さずに逃げまくった、即座にですね、何の罪もない多くの方々が命を奪われました。決してあってはならない事件であり、断じて許すことができないと安倍総理はコメント出してますけどとツッコミが入りました。つまり、大石明子は嘘をついていると、世論です。これは謝罪しないとさすがにまずくないか。このデマを訂正せずに逃げまくるのか、コメントを出さずに逃げ回ったって非難してるやつがコメント出さずに逃げ回ってるの草、この人は電波で記憶が改ざんされているのだよ。安倍がしつこい、言ったもん勝ちが令和の当選。何が気持ち悪いって、残酷な事件を安倍側に持っていこうとするとこ、死者に対する名誉毀損、いつまで安倍側やってんだと、大恥明子ってあだ名ついてました。パヨは嘘とデマが手段だから、まあしゃあないんですかね。スイスベルン大学、左翼は嘘とデマを用いて階層の破壊、社会の混乱、体制の崩壊を目指す。その目的は左翼内で出世するためで、論破しても決してやめないと、個人を嘘で攻撃し続ける何ら恥じることがない、こんな連中の権力持ったらどうなるか、批判する者や逆らう者がどんな目に遭わされるかって話ですよね。田原総一郎90歳ボゲル、安倍さん撃たれても大騒ぎにならなかった、世界中の新聞の一面飾ったんだが、電波で記憶を改ざんされているんでしょうか、世論です。令和レベルやん。田原総一郎盛大にボゲル、いつまでテレビで出んだこいつ、お前らマスゴミが山上を煽ったんだぞ、高齢左翼の願望騒がれなかった、国葬までやったのに何言ってんだこいつ、おじいちゃんご飯さっき食べたでしょと。番組に一緒に出演していた山口真一国際大教授も、高松菜奈も、古市俊則俊も大騒ぎだった。で、田原大恥、テレビいつまで田原総一郎90歳を使うんでしょうかね。左翼ってですね、後継が目立ってくとですね、後継者が目立ってくとですね、寝首かかれないように潰すから、左翼に後継者できないんですよ。潰すから。だから関口博士もだいぶ頑張ってたでしょう。今日の単身です。スーパー声優、北海道と九州から撤退決定、あらららららら、北海道の9店舗はイオンに、九州の69店舗は泉に譲渡するそうであります。泉ってとこ知らないんですけど、九州で活躍してるスーパーでしょうか。池袋に3つぐらいあるな、よくお世話になっております。フジテレビ、誰かと仲良い終了、視聴率低迷で打ち切り。最近は 1% 台が続いていたみたいであります。松本人志と中居正広で松本中居で開始したんですけど、例の文春で、松本人志が抜け、誰かと中居に名称変更、初期コンセプトからずれたんだし、しゃあないですね。松本が抜けた時点で番組やめとけよかったんだよね。大丈夫、フジテレビが不審にあえいでも、視聴率だだ下がりでも誰も気にしねえから。資産上位、世界上位 1% が10年間で資産を600兆円増やす、下半分の資産合計の34倍を上位 1% が保有するという、格差が拡大しました。これ判明している数字だけなんで、中国共産党幹部がですね、国から金盗んで隠してる金とかですね、犯罪組織の裏金とか含めると格差もっとでしょうね。下半分はほとんど何も持ってないってことなのかな、それとも資産を、上と下の格差が拡大するのはですね、資本主義の宿命だそうなんですよ。資本主義が進めば進むほど、格差は拡大するそうであります。村の中で金回してるとそんな大きな
金額回らないんじゃないですか、動かないんじゃないですか。これが町の中で金動かすってなると村の中よりもっと大きな金が動くようになりますよね。町じゃなくて州であるとか県であるとか国であるとかで国全体で金回すようになると、もっともっと巨大な金額、これが世界中で金回るようになっていくから、もっと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 村で動かしていた金額よりも大きな額が動くようになるんですよね。資本主義の宿命だって、進めば進むほど、参加する人数が増えれば増えるほど格差が拡大するのは、農業革命が起こってですね、富の蓄積が始まったから、ピラミッドとか、バカでかい古墳、万里の長城とかね、が作られるようになってですね、資本が蓄積すればですね、何兆円もかかるようなリニアなんかの超大規模工事もできるようになるし、悪いことばかりではないですね。それに宿命だからしゃあない。上を羨ましいって妬んでもどうにもならんしね、下のもんだね。下の人は、これを上が妬ましいっつって暴力で何とかしたいって考えるのが左翼ですよね。だから危険視されてるわけなんですけれども、資本主義の宿命だそうであります。格差が拡大するのは、で、すんごい金持ってる人がいれば、そういうことにができるっていう能力が拡大する、大規模工事とかですね。わけで、そんな悪いことでもないんですけれども、下の人は、妬み、恨み、僻み、そねみありますよね。しょうがないですけどね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。